水戸武氏は、富山県南都市出身のプロバスケットボール選手である。日本男子、プロバスケットボールリーグ B リーグの富山グラウジーズ、所属。ポジションは、シューティングガード。185センチメートル、75キログラム。背番号は9。スピードを生かしたプレーが持ち味。福野小学校2年生の時にミニバスチームに入りバスケットボールを始める。 福の中学校3年生の時には副首相を務め、県大会に進出。高岡商業高校に進学し、2年生時の2002年に、全国高等学校総合体育、大会バスケットボール競技大会と、全国高等学校バスケットボール選抜優勝、大会に出場。近畿大学進学後は2.4年時に、全日本学生バスケットボール選手権大会に、出場。 関西学生バスケットボールリーグ戦は2.4年次に優勝。関西学生バスケットボール選手権大会では4年次に優勝して最優秀選手賞を受賞し、関西学生選抜の首相も務めた。2.3年時には国体代表にも選ばれる。2008年3月に大学卒業後、BJ リーグの富山クラウジーズ練習生となり、同年の BJ リーグドラフト会議にて、 富山より全体2位指名を受け入団。ルーキーシーズンの2008から09シーズンは45試合に出場。加入2シーズン目の2009から10シーズンは富山のスターティングメンバーに成長し、BJ リーグオールスターゲームにも初出場。2009年12月12.13日開催の東京アパッチ戦の活躍で週間 MVP を受賞。 レギュラーシーズン全52試合出場を達成し、スタッツを1年目から大幅に伸ばして、モーストインプルーブドプレイヤー賞を受賞。アパッチ戦のミト2011の12シーズンより富山に加わった、情報ただしとのガードコンビは、リーグズイーチと評されている。この2011から12シーズンから2013から14シーズンまでの3シーズンのレギュラーシーズン全試合で、 スターターを務めている。2012から13シーズンはスティール数でリーグ9位となった。チームは初めてプレーオフファーストラウンド突破に成功。2013から14シーズンはチーム初のプレーオフファイナルズ進出に貢献し、チーム歴代最高成績の3位を達成した。ありがとうございます。